ザカノシです。どうも、サクサクミルクの赤崎です。瀬尾です。よろしくお願いします。お願いします。はい、赤崎さん来ましたけども、はい、豚ラーメンわらび店ありました。またちょっとわらびでございますけど、はい、まずはこちらをご覧ください。わらび駅のね、西口から徒歩2分と、ね、日本一面積が小さい市町村ですね、わらび市。そうなんだ。だから京浜東北線ユーザーのお腹を満たし続ける市町村で一番小さいですか？市町村だと、富山県だわ。富山県のわらび市、埼玉なんだ、それは。そうそうそう、ということでね、豚ラーメンで豚ラーメンを選択しております、うん、ね。ニンニクマシマシ、油マシマシ、辛め玉ねぎ魚粉全部マシマシで、野菜だけね、この日はちょっと野菜切れということでマシマシができなかったんだけども、玉ねぎや魚粉もね、コールできまして、器の中は賑やかだぜという、一杯でございますね。でいきなり一番上にある野菜、魚粉、油をまとめて今回は一発いっちゃおうかなということでね、いつもはちょっともったいぶって脇からいくんだけども、はい、ね、魚粉の甘みと油の甘み、野菜そのものがもう一つの料理みたいな味なんですね。これが結構ファンになってる方もいるんじゃないでしょうか。コートは脱がない。あ、コートはちょっと寒いんで、この日は。この日は寒かったんで。なんか昔のハイドみたいですね。いやいや、だけどもう、まあちょっとね、そんな中豚をちょっとせしめていきますけども、結構ね、引き締まり、超引き締まり豚と、ウルトラ引きって書いてあるもん、ね、ウルトラ引きじゃないです、ウルトラ引き締まり豚、上だけでね。上だけでちょっと、豚ラーメンにすると4枚ほどね、これ野菜の下に埋まって出てくるんで、うん、大ボリュームでございますね。あ、早くねえか。ここにですね、最近この早めに豚胡椒を作っていくんですね。あ、なるほどね。胡椒豚でしたかね。でこのね、肉本来のうまさを味わうためにはもう黒胡椒がもう有能ですね。ステーキみたいな感じで、あんま胡椒独り占めしないでくださいよ。あ、はい。横にいなかったんで、他のお客さんが、いけるかなと思って、我が物で持ってるしかなかったな。我が物顔でちょっとテロップで隠れて見逃すかなと思ったけど気づいちゃいましたね。というわけで麺をね、吸っていきましょうか。どんな麺なんでしょうかね。ややつるつるした食感が特徴的な麺でございます。ゴワゴワというよりは、のど越しが良くてちょっとすすりやすいよという仕上がりの麺でございますね。これは後ほどなぜこんな感じなのかちょっと解説していきますけども、はい、まずはスープをね、ちょっとニューッといきますけども、乳化気味のマイルド醤油なんで、店内にはね、一人豚ラーメンをすする女性が結構いるんですよ。で3人いました、3人で、店長さんも笑顔が素敵なんで、うん、居心地がいいというのがこれジロリアン発生の、ジロリアンヌか、発生の原因かもしれない。女性のジロリアン、そうそうそう、入店しやすい、ジロリアンヌっていうんだ、ジロリアンヌと、そういう意味だけどですね。で、ニンニク&玉ねぎ、これ一緒にもうなっちゃってるんでね、いつものように、スープシャワー、ニンニク、玉ねぎシャワーをやっていきますけど、ニン玉なとろね、ニン玉、あ、なるほど、略してニン玉ね、うん。玉ねぎはこれみじん切りで細かい細かいんでね、スープをこうなんだろう、吸いやすくなってるんですね、うん、なんでこう一口食った時に濃厚さが他のところより強いというのが特徴的、はい、で、ニンニク豚なんかも作って、混ざり合いまして、こう、まあ需要競争がこうね、加速していくよということでございますね、うん、いやー、うまそうに食うね、うん、あ、卓上に返しが、卓上返しございます、玉ねぎの細かさがね、あれ、まあ先ほど言いましたけども、はいはい、吸いやすくなってるんで、うん、甘じょっぱ風味がね、すごい楽しめる、楽しめるんですけどね、うん、あるとないでは全然違う。で、魚粉もやっぱりそこに濃縮されてるんで、ね、うん、なんて言ったらいいんだろうな、あの濃厚さは、うん、おいおい、なんて言ったらいいんだろうな、クソ引っ込まろ、もういけと、手確かめよう、手確かめよう、あと左側に焼き鳥屋さん映ってるけど関係ないですから、まあでしょうね、関係ないから、関係ないですから、彩りは綺麗でこの辺り、うん、うん、というわけでごちそうさんでございましたけども、うん、やっぱりね、さっきのジロリアンヌに触れていくとですね、はい、その麺がツルツルして、すごく食べやすいって点とか、あとまあ店長さんの、うん、なんか雰囲気の良さとかですね、うん、が相まって多いファンが多いのかなという感じなんですね。うん、わらびあれですよ、人が超いっぱい住んでる、人口密度、そうそうそう、密度でもかなりの上位に市ということなんです。ということでね、わらびの豚ラーメン、板橋店は行ったことあったんだけどね、はい、非常に美味しかったということで、ごちそうさん豚。